橋理恵の今晩何作ろうが本日も始まります。この番組は声優の高橋理恵が送る本格ライブクッキングです。苦手な料理もみんなで作れば怖くない究極のオリジナルレシピ開発を目指す新感覚お料理シンクロバラエティ番組です。はい、さあ本日は生放送ではなく収録したものを皆様にお届けしております。そんなにでも収録タイミングとラグは少ないかと思いますけれども、今日もコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ早速ですけれども本日作るメニューを発表したいと思います。はい、今日作るレシピはサンマと梅の炊き込みご飯&お茶漬けです。美味しそう。秋だね。いいですね。なんでだっけ、私がお茶漬け食べたいって言ったところからでしたよね。そうお茶漬け次食べたいですみたいなところで、そのいつもなんかサラサラとこうなんか売ってるやつをかけてお湯ザーってやるばっかりだったので、ちゃんと作れるようになっておきたいななんていうところから、今日はまた秋のサンマを仕入れてきていただいたんですね。ありがとうございます。仕入れてきてはないかも。仕入れてはない、缶詰パカリンチョみたいな。みんなも気軽にできるね。本当その感じです。はい、今回もですねフードコーディネーターの佐藤かな子さんがレシピ考案してくださって、今日も一緒に作っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、イエイ。それでは早速その1、米 1.5 合。あ、結構作りますね。うん、何人前？2、3人前でいくんですね。米 1.5 合は研いで15から30分水につけておく。はい、なぜ？美味しくなるからです。そういうことです。そして梅しば2個は実の部分をみじん切りにし、はい、種は取っておく、うん、ということで、じゃあこれやりましょうか。うん、はい。米は全部浸かるくらいお水入ってました。うんうん、どういう感じでやったら、あ、手洗い、一応洗っとこう。うんうんうん、なんかね、真ん中に種が入ってるから、うん、それをこう避けるようにちょっとずつこう、切っていくと。なるほど、うまくみじん切りですね。みじん切りです。じゃあ最初はちょっと大きめにちょっと平面的な感じでひゅーって剥いて、剥いて、で、それをトントンしていけばいい感じかな。よいしょ、手洗いできました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ゴミ袋ないやつ。あ、じゃあゴミ入れ、ゴミをこの辺に置いときます。あ、ゴミ箱あったぽい。はい、ありがとうございます。ちょっと投げちゃった。よし、いきます。わー、これやっぱ小さい包丁最高。気持ちいい。気持ちいいです。そうそう、そんな感じです。この種の周りをこう落としていくような。あ、ちょっとぶつかったかも。いけるかな。あ、種ぶつかってる。あ、ぶつかったなこれ。難しいな。斜めに切ればいいかもしれない。いい香りがする。駄菓子みたい。まあでも梅そばって駄菓子これ駄菓子？駄菓子っぽいかも。私にしてはもうこれ食材ってかおやつっていうかみたいな。あ、おやつ、おやつか。おやつか。もう見てるだけでよだれってか匂いすごい。酸っぱいですよね、なんかね。酸っぱい。もったいなくて、どこまで切ったらいいか。でもそのぐらいで。こんなもんですか？はい、うん、これを。こうして。うんうんうん、細かくしていく。あ、でももっと効率のいいやり方あっただろうな。ちょっと散らばってきちゃった。ちょっと大変かも。こうなんでしょうけど。あ、ちょっと手際悪いな今回。なかなかでは梅ってね、包丁で切ることあんまないから、特にカリカリ梅は。うん、これがすごい美味しくなるの、なんかもう予想がついてますもん。
して引いてその場に置いてってこれをこうだな。お茶漬けにおけるこの酸味の大切さみたいなものは感じてるというか絶対美味しくなる。美味しいですね。無心になってしまう。あ、でもいい感じですね。いい感じ、理想系になってきました、結構。いい感じですね。ちょっと細かい作業なので、ええ、なんかね、ちまちましますが。皆さんにはちまちまを見てもらいながら。ちまちま。ちまちま。ちまちま。もう絶対梅干し切ってる時間と食事する時間の長さ同じくらいじゃないですか。切ってる間に食べ終わっちゃう気がする。お茶漬けだからね、そうかも。でもほとんどの料理が、料理してる時間の方が長いですよね。そうですよね、絶対そうですよね。そう考えたらそうかも。なんか料理ってなんか不思議ですよね。そうですね。どうしてあんなにすぐなくなっちゃうんだろう。こんなに時間かけて作ってるのに、なんかすごい丁寧な暮らし感がありますよね。あ、わかる。時間かけて作って、ちょっとすぐ食べちゃうけど、みたいな。それこそなんか休日にこんな風に梅刻んでたら、すごいなんかイケてる。イケてる。Vlog とか上げた方がいいと思う。YouTuber みたいな感じで。 YouTube めっちゃ見るから YouTube の例えになっちゃいますけど。ニコニコでもニコニコでこの丁寧な暮らしはウケない気がするな。なんかでもあの私が中学生ぐらいの時にすごいニコニコが全盛期で、あ、ピューちゃんもニコニコ通りました。通りました。私もニコニコ見てた。何見てました、ニコニコで。いや、ゲーム実況とか。実況か、あと、いや、よく見てたのが結構、あのただご飯作るだけのが多かったなって。あったんだ。結構あった気がします。なんかへなんかおつまみ作ってハイボール飲むみたいな。あ、最高最高。そう、そういうのがあって、その時は中学生だったから、なんかあ、こんなんなんだって思ってましたけど、その良さがね、なんかちょっと半分ぐらいしか分かんないけど。そうそう、でも今になってみたら良さそう。やばい飯テロ動画ですよね。そう、やばい飯テロ動画。なんかそんなニコニコ生活を、たくさんあった気がします。いいなぁ。よいしょ、よいしょ。ニコニコに料理界隈があったことを今知りましたもん。あ、本当ですか。今なんかあった気がします。あったんだ。何見てました？覚えてます？中学生。私は日暮らしが好きだったので、日暮らしの関連動画というか、声真似してみたとか、日暮らしの替え歌歌ってみたとか、そういう歌ってみた系とかが多かったかな。あの組曲とか、組曲ご存知です？はい、もちろん。あ、だいぶ世代違う人ちょっとハテナになってるかもしれないんですけど、そう、ニコニコ組曲っていうのはあのその当時流行っていたアニメの。サビ部分っていうんですかね、めちゃくちゃいい部分をつないだ、メドレーですよね。そう、それが完成度がすごい高くて、なんか本来だったらつながらないようなアニメの主題歌同士のミックスがすごい上手くて、なんか今聞いてもその曲の後にこの曲が来てしまう民はなんかやっぱこういますよね。いますね。なんかずっと流してた気がします ね。永遠に聞いてたよな、あの頃。カラオケでもずっと歌ってたし、そうですね、ちょっと世代を感じますね。感じますね、同じ世代だ。でもやっぱり同じ世代の声優さん同士でも、あのオタク上がりの人とそういう話になったりすると、やっぱ世代一緒だなって。あ、そうですよね。あの田中みな実ちゃんとかもやっぱ世代的にすごい一緒で、結構通ってきたアニメがすごい近くて。あ、そうですよね、そうですよね。
あの FGO のラジオやらせてもらってるんですけど、うんうん、そのメンバーがみんな日暮らし通ってて、あすごい、もうなんか3人で日暮らしラジオできるじゃないかってぐらい日暮らしの話できる私もしっかり通りました、ちなみに、うん、通りました通りました通りました。いやで漫画をどこから揃えていいのか分からず、分かる分かる、そうどれから買ったら分かりやすいのかが分からず、そう結局最初に入った漫画読んじゃうけど、そうそうそう、それでえ日暮らしって結構何編とかあるらしいぞみたいな、あれえどういうことみたいな、そうなんですひなって雪雪、ね、そんな話をしていると梅が切り終わったというところでございました。はいはい、そんなところで生姜1かけ 5g は細めの千切りにしてください、こんな感じですしてくださってます。はい、サンマ缶1缶 180g から 200g、 こちら、缶からサンマを取り出し、缶汁は計量カップに入れ、これですね、残りね、はい、こんな感じで汁になってます、あいこれは入れない、入れない、入れない、なるほど、はい、で計量カップに入れておいて、はい、醤油小さじ1、はい、酒小さじ1、はい、塩2つまみをここに合わせちゃいます、入れます、はい、はい、きーちょーきーちょー2つまみ1つまみ2つまみ OK、はい、もうちょっと入れて、もうちょい入れちゃっていい、はい、こんなのかしら、はい、270ml になるように水を加えます、ちょっと入れちゃおう、混ぜ混ぜして、うん、あ、水にゅあ、水があった、ありがとうございます、美味しい水を入れましょう、270だからここかな、いきます、よいしょ、入れすぎたら元に戻れないよ元に戻れないですね、帰ってくれない、50、60、70、 OK、 はい、ありがとうございます、270になるように水を加えます、加えました、サンマの水煮缶がない場合は、うん、サバやイワシの水煮缶で代用してください、はい、あ、なるほど、サンマ缶とはいえ水煮缶ってやつがあるんですね、そう、うんうん、OK です、そして醤油になど味がついたものは梅と合いませんでした、うんうん、経験済みお気をつけください、そうなんだ、そして続きまして鍋に移行します、はい、鍋に水気をよく切った米、うん、生姜、うん、缶汁、うん、を合わせる調味料、はい、を加え中火にかけます、はい、はい、じゃあいきます、水を切る、よいしょよいしょよいしょ、普通のお米？そうです。で、浸水するとお米があの白くなります。あ、ちょっと白い、確かに。もうちょっと透明な印象だったんですけど。あ、そうですそうです。うん、なので透明なお米が白くなったら、うん、こう水を吸った証拠っていう、あ、そうなんだ。感じですかね。楽しみ。よし。で、これを入れる。はい。はい、ご飯普段。お鍋とかで炊きます？鍋はやんないですね。なんかあの普段その米とかもちょっと正直めんどくさくて米パックとかすごい楽ちんだなってすごい思ってます。米パック楽ちんですよね。うん、ちょっといいですよね。お鍋でご飯炊く。そう絶対いいし、この米一粒出たけどもったいないから入れます。はい、これって土鍋ってやつですか？うん、お鍋。これは、芋のでできたお鍋で、へ、一応なんかホーローが中に薄くかかってるので錆びにくいやつ、そうなんです、はい、普通に皆さんのお家のお鍋でもできるんですか？薄手の鍋でも大丈夫です、大丈夫なんだ、はい、はい、じゃあ皆様もあるお鍋でやってみてください、うん、では、ここのお鍋の中に切った缶汁、うんうん、入れます、はい、1.5 合に対して 270ml ということですね、そうですね、うむうむ、同量の水です、うん、同量なんだ、はい、へえ、よくできてる、そうなんだ、うん、ちょうどお米を炊くための量なんですね、はい、で、生姜入れちゃうんだ、はい、ここにすでに、なんかね、もうね、すでにお腹鳴った今本当に本当に美味しい匂いだよ、美味しい雰囲気がしました、もう感じると生姜だよ、だって絶対美味しい、まあ、美味しいですね、よだれ出てきちゃうよ、美味しい、めちぎゃいにゃいに、よし、はい、そして沸騰させます、
え、嘘嘘嘘。中火か。そうそうそう、中火にかけます。はい、つけます。この時蓋は？蓋いります？はい、いらない？はい。はい、楽しみ。で、中火にかけて。中火にかけて、じゃあ先の。はい、説明をしましょう。先の説明を。沸騰したら中身を混ぜ、うん、梅芝の種使うの、うん、種使う、舐めなくてよかった、よかったよかった、サンマの身を乗せ蓋をする、うん、はい、あ、炊き込みご飯ってことですね、はい、ごく弱火、にして10分炊く、はい、ということで、うん、じゃあちょっと沸騰するまで今待ちたいと思います、うん、楽しみだな、なんかお正月みたいな匂いがするというか、うん、その凝った料理の匂い、凝って照ったものみたいな、なんかめでたい香りがします。めでたい香りがします。これ絶対100人いたら98人は好き。あ、結構好き。すごい好きだと思うよ。みんなやってみてほしい。楽しみだな。結構実は、うん、なんかお米ってお鍋で炊くと、うん、まあ、20分か25分ぐらいで炊けるんですよ。意外とかかんないんですね。意外とかかんないですよね。うん、今回のメニューも1時間で作れちゃう？全然作れると思います。沸騰してから10分炊いて10分放置してそれで終わりです。まあその間にできちゃいますもんね、いろいろね。うんうん、あら結構楽ちん。だって缶だって開けるだけだし。そうですね、缶だって開けるだけだし。うん、米ちょっとつけとくとかがある。あ、そうね。まあ30分ぐらいなんで。うんうん。ちょっとなんかアニメ1本見ていただければ。あ、いいいい、全然いいじゃん。いいな。うわー楽しみあったかい、なんかだんだん寒くなってきましたもんね、なんか 日っていうか本当に週によりますけど、うん、今日も私お店であのカフェラテ頼むときホットにしました。あ、もうあったかいものを頼む時期ですね、季節を感じます。本当ですね、うん、特に多分なんですけども、収録の時期も、うん、多分新米の時期なんで、あら、ちょうどいい。これが公開の時期もまだまだ新米の時期なんで、いいご飯の時期なんですね。いいご飯の時期に美味しくうん、うん、いただいて食べれますね、うん、のんびりだなって、うん、ちょこちょこ周りがプツプツはしてきております。はい、ちょっともうちょっと沸騰するまで待ちましょう。雑談します。何の話します？ニコニコの話して、 YouTube の話します。YouTube でも本当最近ニコニコにいた人たちが YouTube にみんな映ってみんな大移動したりとかで逆に恋しくなってこうなんか戻ってきたりとかあっちこっち移動しますよね。なんかそんな感じがする。今中学校の頃に見てたニコ主の放送を YouTube で見てます、はい、へー、そうなんだ時を超えて、あ、私昨日ちょうど昨日なんですけど、うん、え、男女ってわかります？わかります、男女見てて、男女ってやつですなんか懐かしくなっちゃってたまにこうおすすめでポンって出てくると、懐かしいみたいになって再生するんですけど、その感じやっぱあるんだな。あるあります、あります。戻ってきてこう当時好きだった生主さんとか、うん、そうそうそう、まだ活動されてるかなみたいな感じですかね。そうそうそう、なんかあの弾幕がないのがちょっと寂しく感じたりして確かにそれはやっぱニコニコに行かないとね。そうそう、ニコニコにしかないんですよね、うん、ない味ですね。あ、沸騰しました。沸騰しました。じゃあ、中身を混ぜていただいて、はい、まだお米は硬いですうん、そうですねそれはそうです。はい、混ぜました。生姜が全体的に行き渡ってるような気がします。はい、そしてここに、うん、梅しばの種先入れた方がいい。あ、そうですね、うん、あ、でも、あ、いいか、あ、いいです。どっち、絶対後じゃん、そんな後です、ね、そんな絶対後で入れた方がいいに決まってるじゃん。ちょっと反応が絶対、あ、お箸で入れた方が、あ、今すごい皮ベリーいったあ、暑いと思うから。あ、そっかそっかそっか、そうだよね、そう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 、指突っ込むことになっちゃう指突っ込むとちょっと暑いんで、うん、お箸でサンマで、うん、円を描くようになんとなく入れてみておりますけれども、合ってますでしょうか。なんかすげえグツグツしてきた。ちょっと弱めた方がいいかしら。あ、後でちょっと弱めるので、はい、後でやる、うん、大丈夫です。サンマでエンジンを組むことができました召喚、よし。そうですね、芝の種は、うん、後で先に取り出すので、うん、最後に乗せた方がいいかな。なるほど、取り出しやすい感じで、はい、これも箸だな、やっぱ、うん、で真ん中にじゃあ私入れます。
なんとなく後で食べないように取るので、はい、うんうん、オッケー、上の方がいいかな、はい、すごいグツグツしてる、はい、なので蓋をする、蓋をする、で失礼、よいしょ、はい、パカで、ごく弱火、うん、一番弱いやつですね、一番弱いやつですね、はい、本当に火が見えるか見えないかぐらいですけど、こちらにして10分炊きます、はい、はい、ということで10分皆様にはお待ちいただかなくて済むようにここで魔法を使います、はい、10分経ちました、素晴らしい、素晴らしい、お待たせなんかしないよ、お待たせなんかしない、ね、なんかしないよ、もう、はい、はい、ということでね、こちらにあの10分達成したお米がございまして、うん、火を止めます、はい、ピー、そしてそのまま10分放置したいと思います、はい、こちらで蒸らしていきたいと思います、はい、そんな間にですね、まず梅の種を、取り抜く、あれ、それは蒸らし終わった後、はい、じゃあ今やることがあるんですよね、うん、今やるのはちょっとポイントがもう一個、うん、はい、あるので、梅しばの実はご飯を炊いてから混ぜ込んだ方が、うん、あ、これのこと、そう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 、カリカリした食感が残り美味しいです、はい、一緒に炊いちゃうとあれなんですね、ふにゃふにゃに、はい、了解です、では続きましてお茶漬けを作りたいと思います、はい、水 400ml、水 400ml と、あるー、お鍋にあるーと、だしパックっていうのがあるんですね、はい、だしって感じで売ってるんですか、だしみたいな、だし、だし合わせだし、合わせだし、だしパックみたいな、だしパック、こんな感じです、なんか麦茶パックとあんまり変わらん感じですね、あー、そうそう、うんうん、でも匂い嗅ぐと、あ、だしだ、すごいだしですねすごいだしだと思います、はい、こちらをお鍋に入れます、はい、よいしょ、それで中火、うん、かけます、だしを取ります、沸騰したら 2,3 分煮出し火を止めます、うん、はい、なるほど、沸騰を 2,3 分で、その後お塩を入れていきますよ、うんうん、でそれがだし、だしですね、だし、これをゆくゆくかけていく、はい、はい、ポイントです、だしパックは無塩のものを使用してください、はい、有塩タイプや顆粒だしを使用する場合は薄めに作るなどして塩加減を調節してください、うん、なるほど、そうか、こっちのお米の方に味が結構ついてるから、うん、濃い味のお汁を作りたくないという、うんうん、判断ですね、はい、わかりました、はい、はい、ちなみに、うん、このお鍋で作るお米なんですけど、うん、炊飯器でもいけたりするんですか、はい、大丈夫だ、はい、炊飯器で作る、その例えば鍋が家にないみたいな、逆に逆にね、炊飯器あるのに鍋ないみたいな、ないか、うんうんうん、鍋あるか、あれ、蓋がないとかあるかも、例えばフライパンしかない人とかいるかも、なるほど、うん、フライパンでもできたりするのかな、フライパンは蓋があれば、蓋は必須ですね、うんうん、すごい径が広いとペラペラ、あ、ペラペラご飯で、板ご飯パエリアみたいな、パエリアみたいな、確かに、あ、沸騰してる、あ、沸騰してる、はい、じゃあちょっと今から2分ぐらいですね、お願いします、しましょう、はい、よいしょ、ちょっとだし、だしの中に空気が入ってるので押す、はい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 、ではこちらにございますのは柿の種、うん、大さじ2、柿の種大さじ2って初めて言ったちょっと柿の種大さじでね、測ったことない、ない、柿の種大さじ2を砕きます、なんと、どうやって、どうやって、あ、袋があるので袋に入れて、これ、うん、いただいて、うわー、お菓子で遊んでるみたいでなんか怒られちゃいそう、入れます、大さじ2砕く、うわうわお菓子で遊んじゃいけませんってお母さんに言われちゃうみたいな背徳感もありますが、これは立派な料理なんですちょっと袋が破けないように気をつけてください、あ、これめっちゃ楽だなと思って怖い怖い怖いえ、ほらすごいですよ、早くない、本当すごいよ、こっちの方がいいよ、やっていただくときには袋がね破けないように、うん、お気をつけください、お気をつけいただいて、え、早っ、いい感じですね、これだよ、うん、いい感じ、いい感じできました、はい、で、小ネギ2本は小口切りにしましょう、はい、はい、これ2本分、うん、ありがとうございます、よいしょ、失礼して、小口、あ、もうそろそろ出し、小口、出し終わる、もうちょっとでいいか、小口、小口、
ぎがあるとないとでは料理の映えが違うし、香りもすごい。ね、緑がね、こう綺麗ですよね、うん。いいですよね。なんだかんだないと寂しいというか、うん、あったらよかったなって思っちゃうから、そうそうそう、あった方がいいですよ。私ネギ大量に買って大量に切って全部冷凍してます。あ、いいですね。そうそう、結構持つし、このくらいのサイズだったらそんななんか冷凍焼けみたいな味もそんな気にならなそう。ないので、ネギは小分けに冷凍しておくとちょっと足せるので、うん、うんうん、ほんとわざわざこうまな板出してとか、そうそうそう、ちょっとめんどくさいですよね、きっと。多めにじゃあ切っておきましょう。皆さんもよかったらストックですね。そうですね。このこれを機に、うんうん、よく味噌汁の具のストックとかはなんか便利だなと思ってます。うんうん、確かに、うん、普通のネギバーって切っておいて、ジップロックとかに入れて、よし、よし、できました。ちょうどちょっと出汁がいけそう、いい感じなので止めます、うん、2回止めていただいて、あ、茶色くなってる。うんうん、出てます出てます。塩2つまみで味を整えます。ちょっと出します。そうですね、出してそのバットの、どこに出すの、バットに出しちゃっていいです。バットに出しちゃっていいです。バットにこの出汁を出しちゃうの。あ、ね、出汁のパックを、パックを出しちゃうのね。そう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 、よいしょよいしょ。捨てちゃダメ。あ、捨ててもいいです。あ、じゃあこっちのちょっとびちょびちょなので洗面台に。はい、で塩はあの奥の、高橋さんから見て奥の塩を、奥の塩、あ、そう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 、こちらのお塩を入れます。入れていただけるといいかな。お塩2つまみ、うん、トゥル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 、手がちっちゃいからそんなに入らない、いっぱい入った、こんなもんかな、うんうん、はい、味を整えます。ちょっと混ぜよう、ちょっと味見して。そうですね、はい、さっきのスプーンでいいかな、これ使っちゃう。ふうふう、薄。じゃあもうちょっと、もうちょっとしようか。美味しいとは言えなかった。それ全部入れてもいい。入れてもいいかな。ちょっと様子見たい。これにでも塩味をつけすぎちゃったら飲めすぎる味じゃあれなんですもんね。そうですね。若干薄いぐらい。あー、こんなもんかな。お茶漬けになることを想像して、うん、この子単体じゃ多分飲まないけど、うん、味はしたぐらいの感じ、うんうん、じゃあこれでいきましょう。これでいきましょうか。じゃあ、はい、急須に入れましょうか。はい、きっとね、ご飯がすっごい美味しいはずだから、この汁はこれでいいんでしょう、うんうん、お玉があるので、もしどっちでもやりやすい方で。あ、でもできそうですね。これあのあれがついてるのですごい入れやすいです。全部入れちゃう、適量で大丈夫。入ればいいか、入った入った。はい、てか急須かわいい。確かに急須がかわいい。すごい、今日なんかどのなんか食器もね、鍋もかわいいし、うんうん、すごいわ、かわいい。はい、これで料理が一つできましたと。素晴らしい。じゃあちょっともうあと、はい、多分2分ぐらいなので、2分ぐらいでこちら10分蒸らしが終わりますね、うんうん、ちょっと準備でもしてますか。持っときましょうか、うん、小ネギとかを。はい、行きましょう。では、器にですね、サンマと梅の炊き込みご飯をこれから盛ります、うん、柿の種と、潰した柿の種、うん、そして小ネギと、うん、刻み海苔を散らします、うんうん、お、上から散らすんですね。で、出汁を注いで完成ということなので、ここにある小さなお皿に、どれ、ネギ、何でいく、結構ありますよ。柿の種、ごま、海苔、ネギ、そうだそうだ、レシピは一応最初はごまをかけて、うん、よいしょ、これ炊き込みご飯の方のレシピで、はいはい、火を止め10分蒸らしたら、うん、梅の種を取り除いて梅しばを加えるから、梅しばは皿にはのせない、うん、で、お好みでごまを振るって言ってるから、お好みメンバーをこっちだ。はい、そうですね、こういうこと。ごまは最初に振っちゃいます。あ、いや、ごまは最初に、結局、ま、結局キッチンで振ってしまえば全部完結してしまう。あ、まあまあ確かに、じゃあ、うん、お好みメンバーを、
お皿にメンバーをじゃあ持っていただきましょうか。乗せ始めましょう。ありがとうございます。可愛い小皿がいっぱい出てきた、はい、ね。これ普通に海苔？これ何？それ海苔。刻み海苔。なんかちょっとね、いい海苔を表現してた。あ、そうだったんですね。そうそうそう。なんかちょっと変わってて美味しそうですよね。うん、美味しそう。柿の種を入れるってすごいわ。そっちがあれだったかな。確かにゴマだったかな。あ、どうだ。でもみんなあれですね、なんかみんなそこ欲しい。そこちょっと欲しかった。あちょっと量減らした方がいいかも。大事かに、こんなに多分かけない。うん、そうね、そうね。皆様、器は、底が深いものがおすすめとなっております。はい、あ、ちょっとすごい。はい、あ、大丈夫、大丈夫。はい、はい、はい、かわいい、かわいい。じゃあ、こっちにごま。あ、でもネギそっちでいいんじゃないですか。へん。ネギを、そう、あとネギと柿の種ね。あ、ね、柿の種がそれじゃない。あ、それって言ってませんでした。すごい忙しい、忙しいになっちゃった。うん、適量で大丈夫ね。適量、うん、自分が食べるぐらい。うん、2、3人前だから全部。そうね、そう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 、大丈夫、大丈夫。うん、できてきた、できてきた。で、柿の種を、すいません、混乱させて。そこのあるの方がいいかな、かけるためはね。美味しそう、うんうん、ちょっといい感じにこんな木のトレー。あ、かわいい木の皿を、うん、ありがとうございます。キュースと一緒に乗せるとかわいいですかね。乗るかな、乗るかな。あ、乗らない。あ、それ、それで薬味だけ、薬味だけでぴったりですかね、はい、あ、いい感じ。あ、乗った乗った。お、キリキリかな、キリキリ。ちょっとキリキリだけど。うわ、すごい、かわいい。わー、かわいい。ルミネで出てきそうな感じです。はい、じゃあ10分経ったので、はい、続きやりましょう。いきましょう、はい。火を止め、そのままもう10分蒸らしたら、うん、柿の種じゃない、梅の種を取り除きます。はい、ほんと。待て待て待て、どうですか、見えますか。ちょっとちょっと、こちらちょっと斜めにしたいな。はい、こんな感じです。こちらから梅の種を取り除き、取り除いて、これ必要だったんだよね、やっぱね。こう部分だけちょっと赤くなってはいるんですけど、ちょっと香りと塩味を、香りがつくんだ、うんうんうん、はい、はい、うん。で、ここに刻んだ梅しばを加えます。全部入れちゃっていい？全部入れちゃっていい、うん。パラリン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 、よいしょ。すごい、私紅生姜あんま普段食べないんですけど、紅生姜に見えてきて、うん、なんかだんだん本当に美味しいのかなこれみたいになってきちゃった。大丈夫です、美味しい。こちらを混ぜます、うん、混ぜたら完成です。はい、これってサンマできるだけ混ぜない方がいいですよね、多分。適度に崩した方が、崩しちゃってもいい、うん、じゃあちょっとボロッとする感じに崩します。ちょっと身がね、残るぐらいだと美味しいかなと思います。こんな感じです。よいしょ、見えるかな。わー、美味しそう。映ってます。うん、美味しそう、うん。そこがもしかしたらおこげがあるかもしれないので、ちょっと本当だ。結構深いですね、うん。うん。そこまで混ぜてもらって。すごい。なんかサンマのこのなんかきっと旨味が出てるだろうなっていう香りと、うん、この梅の酸っぱい香りが、うん、もうすでにハッピー、うん、ハッピー、すごいです。素晴らしい、うん、絶対美味しいぞこれは。よし、じゃあ混ぜれたら盛り付けて完成です。はい、はい、これだけで早くかっこみたい。多分最初はそのまま食べていただいて、途中からお茶漬けにするぐらいの量考えていただけるといいかな、うんうん、じゃあこんな感じ、量的には、うんうん、
じかな。おいしそうです。こんな感じでございます。もうちょっと食べよう。ちょっと入れる。はい、はい、こんな感じで完成です。わーい、食べるの楽しみ。はい、ということでこんなとっても素敵なお茶漬けセットが出来上がりましたので、はい、こちらを、会員限定の皆様と一緒に食べていきたいと思います。はい、皆様、よろしかったらよろしかったらよろしくなくてもぜひぜひ会員になっていただいて、はい、一緒にこのご飯を食べた感想を共有したいなって思っちゃいます。よかったらあの概要欄の方に載っておりますのでそちらチェックしてみてください。はい、はい、じゃあそのところで今日はご視聴いただきありがとうございました。また後半パートでもお会いできることを、望んでいます。では、